ハイハイとは、時期的には、ハイフィデリティの略語であり、音響機器などにおいて、原音や原画に、忠実な再現という意味を持つ。また、録音や録画し再生する場合に発生するノイズや、歪みが、最小限に抑えられている、といったことを言う。映像において、同様に、情報量が多いことについては、構成サイドという。1950年代以降、オーディオ事業が、 世界的に発展していく流れの中でレコードプレイヤーやコンポーネントステレオなど特に高音質を目指す家庭用オーディオシステムの商品カテゴリーをハイハイオーディオと呼びその他一般的なオーディオ商品カテゴリーをゼネラルオーディオと呼んだその名残で現在でも家庭用高音質オーディオシステムをハイハイオーディオと呼ぶことが多いその場合高音質であるかは 必ずしも重要ではない。1920年代に電気的信号変換による音声信号の記録再生が発明されてから円盤式レコードなど新しい技術が多く導入され続けてきた。またラジオの普及とともに真空管アンプとスピーカーによる音声の再現が一般的になってきた。それにつれ音楽などを電気的に記録したレコードを より高音質で再生しようという試みが盛んになり、まず1930年代に、米国 RCA ビクター社が、従来の SP 録音より、はるかに音質の良い、RCA ビクターハイフィデリティレコーディングを発表し、他社に先駆けて、ハイ i h ク録音のレコードを売り出すに至った。当時は、コロンビアやポリドールなど、他社も各々、ビバ、トーナルレコーディングや、 パリファーレコーディングなど高音質の録音方法を開発し発売していたが、結局、ハイ・フィデリティという子が世間に定着するようになった。1950年代以降、様々なオーディオメーカーが原音により忠実という意味のハイ・フィデリティという言葉をマーケティングに使用するようになり、さらに一般的になった。黎明期は蓄音機の高音質化などから始まり、 音響機器がステレオ化すると、Hi-Fi の代名詞として、ステレオの子が装置に対して使われるようになり、スピーカーまでを一体としたアンサンブル型ステレオや、スピーカーを分離したセパレート型ステレオといった装置があった。次にオーディオマニアはより原音に忠実な音の再現を追求し、アンプ、チューナー、テープデッキなどを、それぞれ別々に買い揃えるコンポーネントステレオの時代が続いた。 各社の製品の電気的特性やコネクタが概ね共通しており、例えばどのメーカーのアンプを購入しても他のメーカーのプレイヤーやテープデッキに接続できた。レコードに飽きたらないマニアは高音質の市販録音テープを求め、さらには自ら録音機材を背負って生録音に励んだ。また、FM ステレオ放送のエアチェックも身近なハイハイソースとして大きな位置を占めた。 1960年代から1970年代にかけてはオーディオ専業メーカーだけではなく日本の大手電機メーカーも Hi-Fi 市場に参入しこれらの商品の輸出は海外市場で評判となったソニーをはじめとする大手の総合音響メーカーはカートリッジからスピーカーまで自社製品を揃えシステムコンポと称して自社の単品コンポーネント製品を グレード別に組み合わせる前提としたステレオシステムをこぞって販売した。これに対し単品を前提としたコンポをバラコンと呼んだ。ところが1980年代に入ってレコードに変わり CD が登場するとブームは様変わりするようになる。こういったデジタルオーディオ機器を用いると誰でも比較的簡単かつ安価に十分高音質な音楽が楽しめるようになった。 さらに、1980年代半ばには、VTR やレンタルビデオの普及によって AAV ブームが起きるものの、1990年代に入るとバブル崩壊後の景気低迷などで、オーディオにはお金をかけにくくなっていった。これにより次第に消費者の関心は、手軽な CD ラジカセやミニコンポへと移っていった。このような流れの中で、 多くの人々が高価なフルサイズコンポを買い揃え、原音再生を目指したオーディオブームは、1980年代半ば頃には終焉することになる。しかし、逆にダイナミックレンジの広い CD を本格的に高音質で再生するためには、レコード以上に上質な再生装置を要求するため、フルサイズコンポの需要は常に一定した割合で存在した。 フルサイズコンポのデメリットの一つに専有スペースの大きさがあった。このため、1980年代からミニコンポが人気を集めていたが、その音質はフルサイズコンポに大きく劣るものであった。しかし、1990年代に入ると半導体技術の向上等により、ミニコンポサイズにフルサイズコンポの品質を詰め込むことが可能となり、デノン、プレスタシリーズ、ケンウッド、 S K, S シリーズ、音響、インテック185シリーズなど、従来のミニコンポがシスコンであったのに対して、一段格上のバラコンと位置づけしたミニコンポが出現し始め、うさぎ小屋とも言われている日本の狭い住宅環境でも、ハイァイオーディオに準じたステレオ装置を所有することが容易になった。近年、ベビーブーマー、日本では段階の世代が定年、 引退するにつれか処分所得が増え、Hi-Hi オーディオ機器を買い求めるケースが多くなっていると、ともに DVD の普及により、若年層もホームシアター機器を購入することが多くなっており、一部家電メディア紙などでは、新たな Hi-Hi 時代の到来を予見、期待されている。ベータや VHS のビデオデッキでは、音声信号を固定ヘッドで記録していた。ビデオテープは、 テープの走行速度が遅いため、カセットテープなどと比べて音質がかなり劣っていた。そこで、音声信号を映像信号と共に回転ヘッドで記録する Hi-Fi ビデオが各社から登場することになった。回転ヘッドによって記録された音声信号を Hi-Fi 音声、従来の固定ヘッドで記録された音声信号をノーマル音声、またはリニア音声と呼ぶ。 ハイファイ音声は、音声信号を FM 変調で映像信号と同等の周波数に変換し、映像信号に重ねて記録する。映像信号用の広い帯域を使えるため、飛躍的な高音質が実現できた。また、ノーマル音声は、長時間モードではさらにテープ速度が遅くなり、音質が劣化するのに対し、ハイファイ音声はほとんど影響を受けない。なお、 この Hi-Fi 音声は純粋なオーディオ機器きほどは高音質ではない。最大の欠点としてスイッチングノイズの問題がある。回転ヘッドは2つのヘッドで1、60秒ごとに交互に記録するので、その切り替えが 60Hz の雑音として聞こえる。また、周波数特性が優れている割には SN 比が悪く、カタログ値の80デシベルを実現するために、 強力なノイズリダクションを必要としていた。その他、Hi-Fi 音声は原理的にアフレコができない。これは自作ビデオを作る一部のユーザーにとって欠点となった。ベータ人営の Hi-Fi 企画はベータ Hi-Fi である。第1号機は1983年4月に発売されたソニー、ソニー SLHF77 である。特徴は、 FM 変調したステレオ音声を映像信号と混合した上で同じヘッドで記録する点である。互いに影響が出ないように周波数を分ける必要があるため、音声信号は2つある映像信号の周波数の隙間を利用した。ベータ Hi-Fi に特有の弱点は画質である。周波数の干渉は避けられず、Hi-Fi 記録されたテープをそれ以前に発売された機種で再生すると、 音声信号が映像上に島上のノイズとなって現れた。また、太陽機種ではノイズは出ないものの水平解像度が犠牲になった。これは画質の良さを売りにしていたベータにとって大きな問題となり、ソニーは画質を改善するために新しい企画を連発することとなり、VHS 陣営に対する劣勢の原因ともなった。ソニーはベータハイファイの性能を 大々的に宣伝したが、欧州企画のベータマックスは、VHS と同様の真相記録を採用している。VHS 陣営のイファイ企画は、v h s イファイと呼ばれる。まず1983年5月に、松下電気産業が NV-800 を発売し、その後正式に企画として成立。同年11月には、日本ビクターが、 HRD725 を発売した。どちらを1号機とするかは解釈による。特徴は FM 変調したステレオ音声を映像信号とは混合せず、それぞれ専用の回転ヘッドで記録する点である。まず先行して音声ヘッドが記録し、その上から映像ヘッドが記録する。映像信号の搬送波は音声信号の搬送波よりも周波数が高く、 厚み損失によってテープ深部は磁化されにくい。よってテープの同じトラックの深層部に音声が、表層部に映像の信号が記録されることになる。両者のヘッドはアジマスをずらしてあり、読み出す際はこのアジマスの違いを利用することで両者を別々に読み出すことができる。VHSHi-Fi の特有の欠点は互換性である。そもそもビデオテープは記録時に ヘッドが通った道筋を再生時に正確にトレースする必要があり、これをトラッキングと呼ぶ。通常、トラッキングのズレは手動で調整できるようになっているので、ノンハイファイ機であれば問題になることは少ない。しかし、VHS ハイファイは音声信号と映像信号で別のヘッドを用いるため、その双方を調整しないといけないが、調整つまみは一つしか存在せず、 映像と音声の双方のトラッキングを両立できず、ほどほどで妥協するしかない。特に他のビデオで録画したテープや、市販、レンタルソフトの再生時にはトラッキングが調整しきれず、映像、音声とも数秒十数秒に一回の大きなノイズが周期的に入ったり、映像か音声どちらか、片方にどうしてもノイズが生じたりするなど、クリアに再生できないことが少なくなかった。 なお、再生時のトラッキングの微調整の煩わしさを解消させるため、自動で調整可能なデジタルトラッキング機能を搭載した VHS 機が順次開発されることとなったが、映像と音声の双方のトラッキングを両立できない欠点は同様であった。Hi-Fi 音声のアフレコが不可能な点は、ベータと同じである。ただし VHS の場合は、 深層記録の Hi-Fi 音声を先に記録し、その後映像を重ねて記録していくことは可能であり、その機能を搭載した機種も発売されていた。後発の8ミリビデオでは当初から Hi-Fi 音声が規格化された。そのため、ベータに見られる画質低下や VHS に見られる互換性の問題とは無縁であった。しかしながら Hi-Fi 音声は当初は、 モノラルのみであり、ステレオ音声への対応、およびアフレコについては、PCM 音声によっていった。そのためベータや VHS に対して、ステレオ対応機のコストが高くなるという欠点があった。特にカメラ一体型ビデオは、ほとんどの機種が、モノラル音声しか記録できなかった。そのため、他の機種との対抗上、またカムコーダーの普及機でもステレオ対応するため、 後にアフムハイファイステレオ技術によってハイファイ音声はステレオ化された。ありがとうございます。